ものすごく優しくお母さんのように質問に答えるすべさん。ググレ、バカ、青、カスなど質問者を罵倒するぐらいならばスルーしましょう。ここは優しくお母さんのように答えてあげるすべさん。飲料リータです。しまいすべ、ものすごく優しくお母さんのように質問に答えるすべ9。私の母さんは、そんないただき物のハムをいつもコロッケに混ぜてた。とても美味しかったです。じゃがいもとサイの目切りにしたハムを混ぜてあった。ポトフも美味しいですよね。大きめに切って、同じく大きめにカットした野菜とコトコト煮込む。ポテトサラダにも美味しいわ。あとはトマトソースを作って、冷凍しれば。ハム、冷凍で検索してみたら、ハムそのままで冷凍するのはあまり良くないみたいね。ハムカツおすすめよ。大きく切ってポトフの具にするといいわよ。ミネストローネのベーコンの代わりに使ってもいいわ。それから、使い切れない時は冷凍してもいいわよ。ケークサレって言うんだっけ？塩味系のパウンドケーキにするとか、ホットケーキの生地に混ぜて焼くとか、ドーナツみたいに揚げてみるとか。ミキサーかフードプロセッサーがあれば、ハムでムースを作って、パンにつけて食べたり。でもハムばっかりじゃ飽きちゃうね。塊のままだと使いにくいから、チャーハンに入れるくらいに切って冷凍してみては。お母さんありがとう。よかった2週間は大丈夫なんですね。もうちょい大丈夫なのかな。嬉しい。安心した。ジップロックの使い方知らなかった。密封することが冷凍には大切だったのね。単にチャックしてればいいのかなと思ってた。再利用してました。と言っても密封って感じに使ってなかったから、空気入っちゃうとかの変化に全く気づかなかったんだけど。念頭ごめんなさい。もう一つ質問です。バレンタイン用に手作りチョコクランチキットを買いました。賞味期限は箱に書かれていますが、作ってから何日が期限なのかは書かれていません。手作りチョコって作ってから何日くらいが期限になるんでしょうか？それは作るものによるわね。生クリームを入れたりして、チョコを加工して作るなら、2日3日で食べてもらわないといけなくなるわよ。手作りのお菓子は、やっぱりもらったその日か次の日ぐらいまでに食べてもらった方がいいわね。チョコをそのまま溶かしてそのまま固めるのだとしても、無菌室で調理するわけじゃないから、そのままチョコの賞味期限まで大丈夫かどうかはちょっと不安が残るわね。お母さん、チェックしてください。コロッケ作って潰したじゃがいも、マッシュポテトが余りました。ポテサラとコロッケ以外に何に調理できますか？お母さんたちありがとう。明日揚げ物の予定だから、コロッケとハムカツしてみるね。楽しみだな。明後日はお母さんたちが教えてくれたアイデアの中からいくつか作って、残りは冷凍することにします。助かりました。本当にありがとう。温めた牛乳の中に入れて、塩コショウとコンソメで味をつけてみたらどうかしら。簡単なポタージュになるわ。薄切りにして炒めた玉ねぎとベーコンかハムを混ぜて、塩コショウで調味して、バターを塗った耐熱皿に入れて、ホワイトソースかミートソースかデミグラスソースをかけて、上にチーズを乗せてオーブントースターかグリル焼けば、ポテトグラタンの出来上がりよ。マッシュポテトが冷めてるなら、焼く前にレンジでチンするといいわ。冷凍するときのコツは、容器の中に空間を作らない、余分な空気を残さないことよ。空間があると食品から水分が抜けて、容器の中で霜になるの。それに、中の空気で食品が酸化したりして、いわゆる冷凍焼けの状態になって美味しくないの。とは言っても、ジップロックの素材自体が空気、酸素を完全に遮断できないから、空気を抜いて冷凍しても、最善の状態を維持できるのは2週間くらいと思ってもいいかな。それ以降もすぐに食べられなくなるわけじゃないけど、少しずつ味は劣化していくわ。ありがとう。お母さん、チョコを溶かすだけのタイプだけど、確かに翌日には食べてもらう方が安心ですね。私が作れる日と渡せる日にズレがあり、4から6日後になる。早めに作っても無理。バレンタイン終わってからでもしばらく無理。バレンタインにこだわらず、日にちが合う時にしてみます。ありがとうお母さん。なるほど。だから霜が発生するのか。なんでこんなにダブリュと思ってました。酸化現象も冷凍なのにあるなんて、勉強になりました。2週間を目安に、密封して空気を作らないようにしてやっていきます。里芋やかぼちゃの芋類は冷凍に適してると聞くわよ。知らないうちにお釜の蓋が開いていて1時間ぐらい、今気がついてご飯触ってみたらパッサパサになっていて、あとご飯食べる家族がまだいるからできれば今から新しく炊きたくないんです。面倒くさいしもったいないし、とりあえず慌てて蓋を閉めましたが、なんとか復活させる方法はありますでしょうか。よろしくお願いいたします。726です。なんか復活無理そうな乾き方なのでこれから炊くことにしました。からし醤油をつけて食べるもので、比較的簡単な料理、教えてください。豚まんは作ったので、それ以外で、雑炊にすれば無問題よ。捨てないでね。菜の花のからし醤油あえはどうかしら。そろそろ菜の花がお店に並ぶ頃よ。ほうれん草や小松菜でも美味しいわよ。鶏ささみを酒蒸しして、からし醤油で食べるのも美味しいわ。蒸し器じゃなくて、レンジ蒸しでもいいわよ。茹でた豚肉や、蒸し鶏も、からし醤油で食べると美味しいわよ。もやしを茹でたのを添えて、一緒に食べるのもいいわね。レスどうもです。早速、作ってみます。料理のセンスがなさすぎてお母さんに鼻で笑われたよ。バカな初心者でもできる簡単な料理って何だろう。立ち直れないよ。ショックが大きかったのでしょうけど、さすがにこれは丸投げしすぎじゃないかしら。実家住まいなのか、調理器具の充実度、何歳の人向け料理を作りたいのか、今までどんな料理作ってきたか、バカにされたのはどんな料理で、なんて言われて、自分でも失敗したと思うか、のうち二つ三つ知らせないと、いくら経験豊富なお母さんたちでも、答えようがないと思うのよ。バイ姉ちゃん、ごめんなさい。冷静になれなくてあんな書き方をしてしまいました。チャーハンもどきを作ったらべちゃべちゃになっちゃって味もなんだかよくわからないものになってしまって、高校も卒業するのに何もできないということに呆れ果てたようでかなり言われました。いろいろ挑戦してもここまで下手かってくらい下手で、実家なんですが家にはかりや計量カップ、計量スプーンがないので味付けも目分量だし肉の量も適当になってしまいました。ちゃんと書くべきでした。すいません。NHK の今日の料理ビギナーズのテキストを買って、放送も録画してでもよく見なさい。これなら作れそうというものがあるはずよ。そして、レシピ通りに作るのが一番大事よ。余計なアレンジは一切せず、道具も材料も代用禁止、手順も一切省かずに、材料調味料などは標準的なものを選んで、減塩、カロリーカット、ノンオイルなどのものは避けなさい。その違いが味や出来栄えに影響を与えることがあるから、商品の特性を十分に理解していない初心者が使うのは、おすすめできないわ。いやーでもさ、親が教えてないことを子供ができるわけなくないか。そりゃ家庭科の授業とかあるにしろ、一人前に料理ができるレベルになるのって家庭での訓練があってこそでは、そっか、まだ高校生だし初心者なんだから、失敗して当たり前だよ。それより、そんなに落ち込んでも料理に、チャレンジするところが、とても偉いと思う。あなたは美味しい料理を作れるようになるよ。なんと何をどれくらい混ぜると、どんな身になるか、がわかると、目分量でできるようになるし、好みの味付けができるようになるよ。マイ計量スプーンを買って、733お母さんのアドバイス通り、練習してみるといいと思う。練習あるのに、失敗した時に何か言われても、気にしないことがコツです。ちなみに私の最初の料理も、まずいべちょべちょチャーハンでした。大丈夫、うまくなるよ。母さんが初めて作った料理は、小学校低学年の頃、油も引かず味付けもせず、ただ卵をフライパンでボソボソになるまで炒めた、焦げ焦げのいり卵よ。
そんな母さんですら、今じゃここで偉そうに教えるくらいなんだから、ちゃんとやればそのうち料理くらい人並みにできるようになるわよ。チャーハンって初心者向けに見えるけど、フライパンを返さなきゃいけなかったり、結構難しいのよ。炊いてから少し時間の経ったご飯を使って、味付けをチャーハンの元にすると、べちゃべちゃしにくいわ。お母さんとしては初めてならカレーがおすすめ。焦がさないように混ぜるだけよ。大丈夫よ、全然問題ないわよ。お母さんも高校卒業して大学で一人暮らしを始めてから料理を覚えたのよ。大学の時はそれなりに作れるようにはなったけど、お出汁の引き方なんかもわからなくて、社会人になってから先輩の OL さんに鼻で笑われてから覚えるようになったわ。一日や二日じゃ料理なんて上手にならないのよ。これからたくさん練習すれば大丈夫だわ。節分の時にもらった福豆が一袋あるんだけど、何かアレンジできないかな。そのまま食べるのはあまり好きじゃなくて、お母さんは残った福豆どうしてる？いつも似てるわよ。甘く煮詰めて甘納豆みたいにして食べるのがお母さんは好きだわ。カレーに入れちゃっても案外食べられるわよ。お母さんもちょうど一袋余ってるから、バレンタインのチョコを作るついでに、砕いてチョコと固めてピーナッツチョコっぽくしてしまおうと思ってるのよ。ミルサーがあるなら、ちょっと粗くて香ばしいきな粉ができるわよ。あと、たくさんのお母さんが励ましのコメントしてるけど、私からもちょっとだけ。軽量カップや軽量スプーンは、100円ショップで売ってるから、ぜひ買ってみて。お母さんも大学に入って一人暮らししてみて、初めて自分がいかに料理でき、ない子だったか思い知って、それから作り始めたの。その時に役に立ったのが、ベターホーム協会のお料理1年生、お料理2年、生という本と、ちょっと上達してから家庭料理、保存食の本だったわ。1年生、2年生は、料理の基本を細かくて丁寧に写真入りで説明してくれてて、超初心者でも安心。ちょっと高いけど、かっこ1冊1400円だったかな。お母さんでも、まだ手元に置いて、困った時に開いてるから、ぜひ手に取ってみて、みんな誰でも最初はヘタッピーなものよ。美味しいものを食べたいと、また美味しいものを誰かに食べさせたいと、そう思うと、自然に上手になっていく、から、くぼまずに頑張って。お母さんは、25年前の高校の家庭科の教科書を愛用しているわよ。お母さんありがとう。返事が遅くなってごめんなさい。煮たりお菓子に使ったり、きな粉にもなるんだね。今日チョコを作る予定だから入れてみよう。残りはおやつに甘く煮て、お餅もあるからきな粉も作ってみる。捨てるのも嫌だから困ってたんだけど、いろいろ使えるのが分かって楽しみになったろう。お母さんに聞いてよかった。本当にありがとう。お弁当作りについてなんですが、あったかいまま詰めたらダメ。冷めてから蓋をするって言いますが、どれぐらい冷ましたらいいんでしょうか。これからの季節、傷むのが気になるんですが、冷ましてたらご飯の表面がパサパサになるのですがダメですよね。蓋を斜めにしたりして隙間を開けて軽く蹴出しておくといいわよ。蒸気の逃げ道を作ってあげておくの。蓋についた水分は布巾で拭いてから蓋にしてね。今は寒いけど暖かくなったら他にももっと気をつけなきゃいけないことがあるので、痛み防止、お弁当などで検索してよく読んでね。賞味期限が10日ぐらい切れたの魚肉ソーセージが5本ぐらいあります。まあ、旦那に食べさせる分にはまだ大丈夫よね。お弁当に入れるのに、おすすめメニューないかな？魚肉ソーセージって、1本が太い割には規約感が強いから、なんだか使うとたくさん使うと手抜きに見えそうで、そんなにいっぺんに消費できなくて、お母さんなら、焼いて自分で食べきってしまうわね。旦那に手W、その旦那が万が一腹でも壊したら病院連れてったり看病したりで面倒な思いするのは、自分じゃないの？W、マジレスするなら、そんな自分で食べたくないようなものは捨てなさい。大丈夫だと思うなら自分で食べなさい。放置して期限切れにしちゃったのは自分自身でしょ？お弁当に入れるならこんなのがいいわよ。生食は進めないわ。春巻きの具にしたり、スパゲティの具にしたり、卵焼きと混ぜたり、天ぷらにしたりと何でもできるわよ。くれぐれも自分も一緒に食べるのよ。母さんならアメリカンドッグにして自分で食べちゃうわね。旦那には、賞味期限切れてるので作ったアメリカンドッグ、食べる？と聞いて、旦那が食べたいと言うなら食べてもらうわ。食べたくないと言うなら無理には食べさせないし、賞味期限切れを隠して食べさせることは絶対しないわよ。弁当は論外だと思うわ。この時期だからある程度は大丈夫だけど、ただでさえ腐りやすいんだから、今日歯医者さんで血行良くなることはするなって言われたんだけど、生姜たっぷりスープ作って食べても大丈夫。あとは唐揚げと市販の餃子とスライストマト、それとさつまいものケーキかバナナのケーキを作る予定です。ご席がかりないんだけど一般的な普通のお母さんってこのスレみたいに優しいの？身体が温まるスープを飲むくらいはいいんじゃないかしら？きっとお医者さんは、お風呂に長時間とか激しい運動とかセクロスとかそういったことを言っていると思うわ。抜歯でもしたのかしら？お大事にね。ちなみに私のお母さんは優しくはないけど面白い人よ。メカジキの煮付けをよく作るんだけど、物によっては似てると白いブヨブヨしたものがいっぱい出てくるんだよね。このブヨブヨの正体って何？食べずに避けた方がいいの？ちなみに霜降りとかはちゃんとしてます。頑張ります。ありがとう。特訓するしかないですよね。頑張ります。ありがとうございます。優しい言葉が心に染みました。本当にありがとうございます。アドバイスありがとうございます。チャーハンに手を出すのは早かったですか？おもじ笑う。実は母が昨日作っちゃって、しばらくカレーは良いと言われたので別なものを挑戦して頑張ってみます。おお、お母さん五目寿司に稲荷を混ぜ込んでみたいんだけど、大葉を入れても美味しいかな。実は大葉を消費したいんだ。あと、その混ぜ込み稲荷寿司は冷凍できる。お母さん、1ヶ月ぐらい前に近所の農家さんからインゲン豆をたくさんいただいたの。冷凍できるよって言うから、生のままと軽く茹でたのを冷凍庫に入れてたんだけど、どっちもいざ食べようとしたら、ブヨブヨでゴムみたいで食べれないわけ。これって冷凍の仕方、間違えたのかな？どうしたらよかったんだろう？また、この冷凍インゲンを美味しく食べる方法、ないかしら？お母さん、お弁当をうまく作れないよ。味付け、かっこ甘み旨みは濃いめが基本というのは、ネットで見て知ってるけど、やっぱり食べるときには薄味になっちゃう。レシピ通りにやっても味がボケちゃうんだ。どうしたらいいのかな？回答を待たずに作って冷凍してしまいました。どうせ自分で食べるから、味が悪くてもいいや。